キングプリンス高橋海人24歳がこれまで公言してきた好きなタイプを遡れば見事に有村架純30歳とぴったりだ年上透明感があるほんわかした雰囲気とキリがないドラマ共演をきっかけに始まった人気者同士の恋愛ルールは写真有村と高橋の恋が始まったドラマのロケ現場 日傘を差すスタイル抜群の有村。二人が至近距離で並ぶショットなども、この作品の中で、たくさん、幸せ、という言葉が出てきました。幸せの定義は人それぞれだけれど、お金や結婚などの固有名詞から得られる幸せとはまた違ったその奥底。素敵なあなたと、素敵なあなたたちと一緒にいるから幸せなんだ、そんなことを改めて教えてくれたように思います。今から3年前。 ドラマ、姉ちゃんの恋人、2020年、フジテレビ系の撮影を終えた有村は、自身のインスタグラムで花束の写真とともに幸せについてこう投稿した。花束の中央でひときわ輝いていたのは、イエローのひまわり。この時から彼女が思っていた、素敵なあなた、は、11月4日、都内のライブハウスで、キングプリンス、以下、キンプリ、 の5周年イベントが開催された。歌やゲーム、トークなど盛り沢山のイベントを終えた高橋海人が、寄り道もせず急いで帰宅したのは、2022年から住み始めた都内の高級マンションだった。20代前半のアイドルが選ぶには少々渋いヴィンテージマンションだが、高橋の選択には理由があった。ここには思いを寄せる女性が住んでいるのだ。その女性こそ、有村である。 二人が出会ったのは前述のドラマ、姉ちゃんの恋人、だ。交通事故で両親を亡くし、女で一つで弟三人を養うヒロインを有村さん、その弟の一人を高橋さんが演じました。兄弟の役作りのために有村さんが初日から、敬語禁止ルール、を提案し、撮影外でも二人は、解人くん、かすみちゃん、と呼び合っていましたよ、ドラマ関係者。当時、 高橋にとってドラマ出演は3作目。慣れない環境の中、無事撮影を終えたことに安堵したのだろうか。クランクアップ時には涙ぐむ姿も見せた。二人の関係が、兄弟以上、になったのはドラマの撮影終了直後のようです。こう話すのは、有村の知人だ。かすみちゃんは感謝を伝えたい時に、その思いを込めて手紙を書くんです。 彼女が選ぶ便箋も可愛らしいのですが、その字の綺麗なこと。姉ちゃんの恋人の時も共演した皆さんにお渡ししたと聞きました。もしかしたらそれで二人の距離は縮まったのかもしれませんね。礼儀やマナーにこだわる高橋さんにとって6歳年上で、どこか古風なところのあるかすみちゃんは理想的な女性。一方、 彼女にとっても真面目で仕事に一直線な高橋さんは気を許せる相手でした。彼の甘え上手な一面にもグッときたそうです。撮影時に連絡先を交換してやりとりを続けていくうちに自然に交際が始まった。当初はお互いのマンションを行き来し、おうちデートを重ねていました。2010年に俳優デビューした有村は、NHK 連続テレビ小説、甘ちゃん、2013年、でブレイクし、 映画、花束みたいな恋をした、2021年、で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した。30代を迎えて、日本を代表する若手女優として活躍を続ける。凛とした佇まいでありながら時折見せる笑顔が飛び抜けて可愛らしく、話せば、真の強さをうかがわせる。ひとたび仕事をすれば、みんな彼女の虜になります。大河ドラマ、どうする家康。 で共演した松本うさん、40歳、も彼女を長愛し、本編後に出演者が史跡を訪ねるパートでは自ら有村さんを指名し、家康ゆかりの浜松市を一緒に訪問したのだとか、テレビ局関係者。一方の高橋は2018年に金プリでデビュー。メンバー最年少の末っ子として愛され、ドラゴン桜、2021年、TBSK、だが、情熱はある。 2023年、日本テレビ系、など、俳優としても活躍する。互いに蝶のつく人気者の二人。それだけに、この三年は会うことさえままならない時期もあったという。